さて皆さんこんにちは、ダイダラです。夏もん20世紀の夏休み、今日がおそらく最後の日になるんでしょうか。8月30日です。31日はね、引っ越し作業らしいので、今日が多分おそらく最後の1日。あれ、チョコパさんは、ジュコちゃんはいなくなっちゃったというわけで、朝ごはん朝ごはんパパさんが喋るの、朝は飛び魚の開きと、はい、厚揚げのおろしにだそうです。あ、ありがとうございます。でも美味しそう。ではいただきます。いきなり変わった団らんから始まったけど、なんだこれ。今日ごまさんどこで食べてんだろう。ごめんな、なんかごちそうさまでした。はい、よいしょ。今朝は早く起きたんだろう。ラジオ体操に間に合うぞ。最後のラジオ体操なんだな。隣の神社に向かってレッツゴー。また明日まで行きのかな。トコトコ君も一緒に行こうね。ラジオ体操に行った行った。姫様行かないの。で、1ヶ月ぶりなんだから、もうちょっとなんかねえ、家族っぽいことしようよ。何する、遊園地行こう、みんなでねえ、みんなでどっか行こうよ、せっかくだし。ああ、パパもママもいます。おお、なんか人数減ったな。でもさあ、皆さん最後のラジオ体操も元気よくやりまーした。はい、でん、すげえ、全部押せた。はい、押しました。すごいです。ラジオ体操よくできましたでしょう。来たねこれ。あ、花火屋さんとかいないんだねえ。ママだ、姫様、うん、久しぶりね。でも一緒にご飯食べたから先ぶりねっていう。そうだね、先ぶり。はぁ、どうしたパパさん。どれじゃないか、ラジオ体操したからってパパは好かれてないぞ。ねえ、このパパからどうやってこんな最強の遺伝子が生まれたんだろうな、悟っていう。はぁ、私の運命の人は分かんない、自分で掴み取るしかない。とことこくんじゃダメなのね、ダメなんだろうな。え、なんでうちはおみくじ売ってないのかって。確かにおみくじ好き。まあいろいろ理由あるんだけどね。まさか参拝客が少ないからなんて言えないなーっていう。少ないからこそ売ったらいいじゃないの。知らんけど、知らんけど、オブザ知らんけど。キノコ食べよう、美味しい。はい、ではではでは、今日も一日過ごしましょうか。さて今日の予定なんですけど、昼に明日パソの2階に何かがあるらしい。で、サガセントで昼に何かがあるらしい。で、よもぎ駅の昼に何かあるみたいっていうところが何かあるみたいです。いっぱいあるな、今日は。今日は何かいっぱいあるみたいなので、いっぱい何かしていこうかなと思います。ラッキーさん。今日も帳簿つけますよ。昔は、ソロバン使っていたのですよ。ソロバン検定3級です。すごいんかな、わからへん。ソロバン検定俺持てないから何もわからへん。すごいんかすごくないんかも何もわからへん。で、まあまあ、ママというか姫様がなんかここに佇んだな。どうしたの？ねえ、サトル。うん。夏休みの宿題はどうだった？全部やったよ。手日記ならたくさんやったよ。すごいやったよ。えらい。だろ？じゃあ、自由の研究として、しっかり自由を満喫した？いや、もう山登ったり、てっぺん登ったりとか、もう、自由だった俺は。うん、知らんけど。パパさんはどこ行くんだろう？姫様の横がな、やっぱさすがに。ねえ、ラッキーさんとか家入ってた。あ、ついてた、ここに。そういえば、サトル、はい、夏休みの宿題はどうなった？おい、親はその会話しかねえのかよ。絵日記ならたくさんやったよ。絵日記か。例えば、算数とか理科は？ないよ。とりあえず算数はバッチリ。本当？僕、どんなに桁が多いお金でも計算できるようになったよ。すごいじゃん。1億円とか転がしてよ、パパ。ん？どういう意味だ？お金持ってるからいっぱい。うん。じゃ、自由研究。うん。自由研究ってどういう意味だっけ、ね、自由研究研究所。懐かしい。渋谷博士、元気してますか？ラッキーさん。帳簿見る距離によって、黒字だったり赤字だったり。お金かかるのは人件費ですね。設営も運営も団員だけでは手が足りず、できないのでね。ところで今日は。結構外部で頼ってるんだ。そういうところも。ね、確かに突然サーカステントができてたもんな、最初来た時には。その以前とかはできてたんだろうな。さあ、ラブちゃん！今日もかわいい。ねえ。この前の話の続きだけど、もしかすると、朝、太陽を昇らせてるのも、ラブちゃんなの？あははは、当たり前じゃん。じゃあちょっと、苦情言っていい？朝早く起きるの大変だから、休み中だけでもう少し朝を遅くしてほしい。その苦情は却下します。ずるいずるい。少しくらい遅くしてくれたっていいじゃない。さて、今日。ラブちゃんはすごい人だ。じゃあ。神様だからな、占いもできるし。はい、ラブちゃん、これからも、幻サーカスさんにいてね。長く、末長くいてほしい。ここでイベント。私も明日ここから帰るんだけど、
ガイドブックの取材全然進まなかったんだ。おい、全然ダメじゃん。ソライちゃん帰るんだ、ついに遊びに来ただけ。僕が作った絵日記やいろんな記録をそのままこの街のガイドブックにしちゃいなよ。あるよこれ。本当にいいの？表紙も変わっちゃうよ。好きにしてよ、うん、いいよ。ありがとう。いいな、ありがとう。じゃあ絵日記などだとそのままガイドブックにしてみようかな。え、なるのガイドブックに。すごい。絵日記がガイドブックになるらしい。恥ずかしいけどワクワク。僕のよもぎ町での足跡とかみんなの足跡になるかねっていう、ね、すごいぞ。出版するね、図鑑も出版するし、素晴らしいガイドブックができると思うよっていう。まあ、コンプリートはしてないんですけどね、ほぼ。でも400何ページある絵日記ってやばくない？今思うと相当やばい量だと思うけどな。はい、そんなやばい量の絵日記を持ってやってきました僕でダイダラですが、よし、さあ今日まだまだいろんなイベントがあるのでやっていきましょうか。さあ今1個目のイベントが終わりました。明日バソンのやつ、次佐賀線と昼行きましょうか。ボッ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 ボ、永瀬さんがボーボーしてます。ちょっと今日のボーボー、今日のボーボー、猫ちゃんもうお別れだよ。ねえねえ、明日でもう帰っちゃうんだって？そうだよ。と何人から聞かれた？まだ0人。うん、ね、1人。私だけってこと？それはとても光栄。もう寂しいよ。次の街へ行っても頑張って高い壁を登ってね。そうなの？というわけで、もうステータス溜まったからな。もう負けないからな。もっとなんかもう一回できる会話。うん、ね、しまーす。あ、もう終わりだった。りょうこちゃんまたね。りょうこちゃんのイベントなんかあるかな思ったけど一切なかったね。深掘りされなかった人。上京して子供の頃見たサーカス団探したけど実はそんなものなかったという話の続き聞かせて。幻サーカス団や。うん、分かったぼ。やっぱサーカスが好きでいろんなサーカスを見てるうちにある日声かけられたんだぼ。それが最初に入ったサーカス団。ラブちゃんのお父さんが団長だったぼ。ラブちゃん、そういう繋がりなんだね。最初はジムの仕事だったけどこの体型だからか面白かったステージに引っ張らされているうちに今のようになってしまったぼ。あの幻サーカス団は結局どうなったの？あれはやっぱ幻だったぼ。でもパパさんと一緒にこのサーカス団を作るとき、あの幻サーカス団から、幻のサーカス団から名前もらったぽ。なるほどね、だから幻サーカス団ね、ひと夏の思い出ってことだよね。そういうことだぽ。そんな思い出があったんだっていういい話だ。幻サーカス団、サーカス団の名前の由来を聞いた。永瀬さんが見たという夢のようなサーカス団、話が長くてあんま覚えてないのは秘密だよ。内緒にしといて。永瀬さん、さあ2個目のイベント終わりましたね。これでなんでこんな最終日にまとめて日記のイベントを、まあ、突っ込んでいくんだろうな。そういうもんでございますか。結局なんかサーカス団の料金未払い問題とかそういったところもね、細かくは深張りされなかったね。パパ様と姫、パパさんと姫様がいなくなっただけで。ジュンコちゃんも帰る明日。未来が前途洋々なジュンコ姉ちゃん。うん、はい、こんにちは。それにしても前途洋々って言葉夢があっていい。ペンネームジュンやめて前途洋々にしようかな。ジュン、ペンネームジュン、ジュンってペンネームだったんだ。うん、まあそうね、私はジュンよ。ペンネーム覚えておくとなんかいいことあるかもよ。うんね、乙女の稲織って書いたん誰？あれジュンじゃないのね。乙女の稲織わからへん。ジュン、すごい作家さんになるのかもしれない。いなくなったったらジュンコちゃん、いや、突然現れた。ジュンコちゃんもうバイバイ。マスターも今までありがとう、帰る明日。うん、売上が伸びたので新メニュー考えてるんですけど、どういったものがいいでしょうか。甘いもん、甘いもん。夏の今暑い時期、ミルクセーキなんかどうでしょうか。アイスクリームに練乳に蜂蜜ココア入れるのもあり、ちょっと甘そうやな、めちゃくちゃ。どうすればもっと美味しくなるのか考えるのもいいですよ。しょっぱいものいいね、ポテチ食べたい。ナポリタンなんかどうですか。スパゲッティの一つだったよね。なかったっけ、昨日なんか出してなかったっけ。ナポリタンは日本で生まれた食べ物。イタリアではケチャップではなくトマトかトマトソース使うんですよ。苦いの。コーヒーか。コーヒーがないでしょうね。コーヒー使った新しいメニューなんかないかな。最近だとエスプレッソを使ったメニューを出すチェーン店が出してますけどね。この件にはないので飲んだことありませんね。この件にはないんだ。エスプレッソはありません。覚えておきましょう。エスプレッソって実は高貴なものです。知らんけど。長岡さんが駅にいる。え、帰るんかな、長岡さん。待って、駅でイベント。これかな、長岡さん。怪しい。なるほど、それは大変だ。どうしたの？まだまだ暑い日が続くから、
気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。あれ、どうしたんだろう。ママさん、生まれる。大丈夫ですか。大丈夫だけど。大丈夫だけど。タクシー、タクシー、タクシー。大丈夫じゃないみたい。生まれる。どうしよう、誰か、どんなたか、誰でもいいから手を貸してくれる人いませんか。中岡さん、どこ、どこ病院。ここを曲がって右へ行って左へ行ってぐるっと回って、にゃんこの目。全然わからん。最近ずっとあんたを見てて、そろそろかと思ってた。見てたんだ、ストーカーかい。本当にそうだった。救急車。おじさん、救急車は。ダメだ、間に合わない。間に合わない。すぐそこだ、一緒に運ぶから、駅員さん手伝って。駅員さん。3秒待って、落ち着くから。1、2、3。確認、前方よし。了解。よし、やるぞ。それが自分のメンタルリセットきた。はい、大丈夫、大丈夫、運べる。生まれた。丘の上から見下ろすと、いろんな命が宝石のように輝いてる。急にポエム。今、私の目の前に無駄なものなんて一つも。僕はなぜかこの時、あの夜の純子ちゃんの言葉を思い出していた。純子ちゃんの言葉。この世に無駄なものはなんかない。大人たちが駅員ママを産婦人科へ連れて行くと、すぐに赤ちゃんのお父さんが到着して。パパいたんだ、パパさん。そして産声が聞こえた。あ、もうすぐ生まれたんだ。俺、よかったよ。この仕事やってるか。いや、仕事やってるんだ、長年。けど何の仕事。ここまでしっかり人の役に立ったのは初めてのことかもしれない。長岡さん、金さんはいい女、毎日人の役に立ってるし。長岡さん、私は社会の中ではただの歯車です。悪い人じゃなかったんだ。いいじゃないですか、歯車上等。列車も歯車がなかったら動かないでしょう。あなたは一番大切な歯車だ。熱いじゃん、中岡さん。回しているのは間違いなくあなただ。それ盛りすぎ。ありがとう。ところでさっきの長年やってる仕事って何ですか。中で確かに憧れたのは名探偵。名探偵、こんな名探偵だ。名探偵、いや名探偵、嘘つけ、名探偵じゃないだろ。ねえ、ストーカーだよ、ただの。赤ちゃん生まれた、ママさん、みんなで病院運んだよ。ねえ、赤ちゃんが一人生まれた。オーギャーの声は命の証。よかったね、ママさん。名前はなんで名前にするの。この子にあったんだ、お医者さんの看板だ、内科と産婦人科。多分こんなとこにあったんだ、ちゃんと見てなかったわ。右手左行って、にゃんこの前、にゃんこってどれ。わからへん。でもすぐめっちゃ近くだった。やばいやばい、めっちゃすぐじゃん。ねえ、ほんとこう言ってこう言ってすぐだったわ。目の前だったわ、ほんま。あまりにも近くて気づいてなかった俺、こんなとこに病院があったの。うわー、緊急診療所。よかった、命が生まれたよってことで。新たな命にありがとう。これがよもぎ駅のねえ、輝く光が見える新しい命のきらめきね、今回、今日でできるイベント、全部終わったかな、これで。さあ、じゃあ残りの会話ちょっとやっていきましょうか。ちょいちょい会話。最終日のご飯。いや、今日ご飯、食卓いなかったよ。キョコバさん。さて、今日は八百屋さんで何を買おうかしら。何買ってくれる？人参。人参が好きなのかな。俺あんま好きちゃうけど。じゃあ買っていって、またカレーでも作ろうかな。あ、来た、最終日やっぱカレーだよな、わかる。美味しいのを作るから、期待して待っててね。よっしゃ。オッケー。これで八百屋で買うものが決まったぞ。さっきおこばさんの今日も決まったぞってのがね、決まったぞ、やったぞ。キッズたちともお別れだからな、最後に挨拶しとかねえとな、もう、まあ、夜に挨拶できるかもしんねえけど、まあ日のうち、日中高登ってるうちにね。お客さん、今回は変わったクイズだよ。今から2年前、97年に発売された電子メールソフト、少々特別な機能がついてたよ。メールの機能、これ、あ、ポストペットや。ピンクのクマさんだ。うん、大正解。かわいいクマがメールを持ってきてくれるんだ。素晴らしいアイディアだよっていう。ねえ、慰めてくれる牛、怒ってくれるトラ。懐かしい。なんか、ポストペットは見たことあるぞ。俺はやったことないけど。みんなは触ったことある、ポストペットっていう。ピンクのクマが、メール届くと、なんか、持ってくんだっけ。俺も詳しくは分からん。詳細は、きっと誰かが教えてくれる。え、何してんのみんな。
明日で夏休みも終わりか。最終日だよ。嫌になっちゃうよね。もう終わりだよ。帰るよ、俺たち。バイバイ、みんな。あなたたち、ちゃんと宿題やった？キティコちゃん。それだけは聞かないでくれ。頭が痛くなっちゃう。ジロー、お前頭良さそうな顔してんだから、やれよ、ちゃんと。な。あなたたわ、子供たち、俺とは、俺のこと見てもくれなかった、最後。寂しいね、みんな。よし、じゃあ次は、こっち行って、東大行って、花火、東大、工場、博物館って回って、隣町行きましょう。さあ、花火さーん。今年は、花火も夏の暑さも、とにかくいっぱい満喫した。いや、花火いっぱい見たよ、ありがとう。少年、花火の名前をつけた時、どんな気持ちだった？どんな気持ち？だから適当につけたわ。うん、あ、嬉しかったっす。はい、嬉しかったっす。大丈夫っす。ありがとう。あと、綺麗な花火をたくさん見せてくれて、ありがとう。うぅ、そう言ってもらえると嬉しいね。いや、ああやっていい花火見れたわ、ほんと。日記が増えた。ワクワク。花火さん、バイバイ。花火さんとお別れしたよ。さよなら。おじさんのことも、花火のことも、多分絶対忘れない。花火のことは忘れないけど、おじさんのことは忘れよう。なんでだよ。ね、夏の夜にきらめく花火のようなおじさんでした。花火のようなおじさんってどういうことや。さあ、森さんも今までありがとう。バイバイ。帰る。先日は少々、センチュメートルのこと言ってしまいましたね。センチメートルね、1センチでしたね。突っ込んでくれない。けしからんですぞ。センチメートルではなくセンチメンタル。すいません。どう違うの？かなり違いますね。メンタル的な意味が違う。けしからんですぞ。けしからん。けしからんのが、俺たちの最後の会話だった。つら。いや、工場ちょっかいかけるのも最後か、これで。今までありがとう。不審者発見！あ、いらせー！いいかい？工場が秘密がないのは秘密だよっていう。なんだよ、もう最後の会話もなんもないじゃねえか。俺は切ない。館長も今までありがとう。帰るよ、俺。うん、見ない見ない見ないもう。あ、はい。はいしちゃった。思わずはいしたけど、化石エリア好き。いいよね、化石エリア。ね、全部僕が集めたんだよ。ね。魚エリアも好き。全部僕が釣ったんだよ。ね。感謝してほしい、全魚は。ね、赤生だはもう二度と忘れない。マジで切れそう。昆虫エリアも全部僕が捕まえたんだよ。ね、大変だったよ。お疲れ様でした。最後の思い出でした。ただってのがいいね。なんか暑い日はここの中で涼んでいきたいね。だからバスの人も今までありがとう。次は雪見浦。ずっとなんかこれ言ってるよな。もうバス券ちょっと余ったやつ買い取ってほしいんだけど。余ったやつ買い取ってくんないな、もう。だって、千春ちゃんにシュートに、みんなお別れだ。ひちゃんの仕事のコツは現場100回だぜ。もうシュートも何も語ることなくなったか。いっぱい喋ったもんな、夏の間に。な、千春ちゃん。ジョギング続けてね。今度の話聞きたい？うん、もちろん。塔の上に上がるとどれくらい遠くまで見える？それは行ってみないとわかんないけどね。でも危ないからやめようね。いや、登ったけどね。登ろう一緒に。今度の歴史に興味あったらまたおいでねって。もう、来ないけどね。ごめんね。千春ちゃん、もう来ないわ。来れないわ、もう。うっす。もう怖い人。さよなら。いいアイデアはないか。そうだ、踊りを踊ってみてもらおうか。誰が踊るの？俺とお前に決まってるだろ、一緒に踊るのか。じゃあダメだって。一緒だったらいいけどな。全然。ね、なんで僕とおじさんが一緒に踊らなきゃいけないの？一人で踊るのが恥ずかしいからに決まってるだろ。このおじさんも、やっぱ、何回も一緒に喋ってわかるけど、怖いおじさんだったね。結局怖いおじさんだったね。なんか、恐怖を感じるおじさんだった。話が通じない恐怖的なやつね。予報上へようこそ。働き蜂はすべてメスなんだよ。蜂の世界は女性が活躍してるんだ。え、男性は何してんの？家でゲームしてんのかな？多分そうです。皆さん、女の人に養ってもらってます。これからもよろしくお願いします。僕も働き蜂になる。働き蜂。ねえ、働き、いや、ニート蜂になる、ニート蜂。うん。
皆さんに養われて生きていきたい。さあ最後は天狗山ですね。登っていきましょうか。あれ目を離した瞬間いなくなったっていう。山爺がちょうどタイミングよく消えたんでしょうか。ワープしたタイミングでした。山爺はすぐワープするからな。最終日まで謎だったな、本当。山爺のワープ現象は。山爺、今日もお疲れ。何見てんの？海？雲？お前も歴史に残るような偉い人物になれよ。おい、まあ無理だろうけど。最後の会話これやめろって。うざいだら。この場所にさよなら。最後山のてっぺん登るか。もう登れないしな。天狗山のてっぺん目指して登っていきましょうか。いつもの登ってるところとは反対側から今日は登ってみようかなと思います。いつもの逆から登ってみた。登れるんでしょ、ね、休憩ポイント結構ありそうだよね、こっちのルートの方。休憩できない、ここできない。こことか休憩できそうじゃない。ダメです、休憩できません。あー、どこまで落ちる。うわー最悪だ。登り直し、よし、普通に登るか。さあ反対側から登ってみたシリーズ。スタミナ回復して、マックス50あるからな。今50枚のステッカーでジャンプ連打で登ってみた。登りきることはできるのか。なんか、ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、それはずるでは。ねえ、ちょっと待って、今の意味わからんけど、待って罠がありました、こっちルート。さっきここで引っかかったんだけど、これジャンプで超える、ジャンプで超える。スタミナ足りなくね、これ。足りるかな、ギリ足りるか、ギリ足りないか。足りませんでした、嘘だろ。こっちのルート実はしんどいかもしれません、皆さん。こうやって地道に登っていかなきゃいけないわ。もう夕方になってきちゃった。さて、横着せずにぴょんぴょんとね、せずにチクチク登っております。チクチク登ってたらスタミナ足りそうです。テク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 。それでも結構ギリギリだったな。やっぱこっち側から登るのがね、安定っぽいよ、みんな。うん、こっち側から泉の広場からね、結構しんどかったですね。さて夏門、さあこのよもぎ町でね、え、そして隣町で過ごしたこの1ヶ月の夏休みがもうついに終わります。さあ次、今日の夜で最後になると思います。夜、果たして一体何になるのか。明日は夜お風呂入って完結だと思います。ねえ、実はもしかしたら次回が最終回かもしれません。ということで皆様、次回夏門、この夏の終わりどうなるのか一緒に見ていきましょう。それではチャンネル登録した方、チャンネル登録、高評価よろしく。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。